これは住宅？それともカフェ？実はこれコンテナなのです。一番は丈夫、施工期間が短い、もう一つは移動ができるっていうことです。これが一番のメリットだと思います。飯塚市にある株式会社修正工業、総合建設業だけにとどまらず介護システムなど IT 事業も手掛けています。8年前、移動ラーメン店の店舗作りをきっかけにコンテナハウス市場に参入。しかしその開発は容易ではありません。最も苦労したのが強度を維持する壁でした。壁で強度を持たせてるっていうことは、壁を取っ払って窓をつけたり、そうなると強度が落ちるんですよね。吊り上げた時に曲がってしまうんですよ。それを曲がらないように作る、何度も何度も失敗して身につけて、そこがうちの強みかなと思ってます。開発当時コンテナハウスの知名度は低く、受注は数えるほど。その状況を救ったのは総務部の女性たちでした。男ばっかりでまだその頃はやってたんですよね。あまりそんなに評判が良くなかったんですよ。そこを女性陣に意見聞いてさせてみたら、もうびっくりだ。例えば壁紙のバランスとかですね、ドアとか廃材持ってきてこれに色塗ってくっつけたりとかするだけで見栄えが全然違うとかですね、コンテナの雰囲気をそのまま残したような形で、ね、女性の感覚を取り入れて、もう一挙にもうどんどん注文が来るようになったっていうのが現実。女性のアイデアを生かしたコンテナハウスは大きな反響を呼び、去年から本格的に営業を展開。関東や沖縄など遠方からも注文を受けていて、今後の市場拡大が期待されています。コンテナ専用のトレーラーってもうどこもかしこも走ってるんで、移動手段がすごく安価で簡単なんです。災害の時にこういうのがいろんなところに添付してたら、いざっていう時に持ってってポンと置けば、次の日からもう入居していただけるんで、すぐ対応できる。日本全国にどんどん広げていって、このコンテナの市場を作り上げたいなと思ってます。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。